はい、どうも皆さんこんにちは、太陽の歌です。今日もコールオブデューティーブラックオプス3やっていきたいなと思います。で、今回はスペシャリストに、スペクターのアクティブ迷彩をつけて、なおかつ、NX シャドウということでクロスボウをね持っていきたいなと思います。まあ久々にねこいつもねちょっと使うんで、まあ、とりあえずねちょっとだけね何試合か鳴らしておきました。まあ、鳴らしといてもね、まあ、戦績に影響が出るかちょっとわかんないんですけど、でね、前回のね、動画から、オープニングの方をね、新しくしてみたんですけど、まあ、どうでしょうかね、いやーね、なかなか一から作るとなるとね、なかなか大変でしたね。で、今までのね、BO3 以外のオープニングで使ってたやつは、まあ、俗に言うそのスライドインとかカットインと呼ばれる、まあ、エフェクトを画像に使って、まあ、スライドするっていう感じだったんですけど、今回はね、ちょっとね、カメラ制御っていう、AVI ユーティルに、入ってて、それも機能なんですけど、いや、あれは本当に奥が深いですね。まあ、普段ね、まあ、こういう一人称視点とかで、まあ、自分をね、基準にこう見る、その見方とかね、もしくはその基準視点とかっていう、その見方が、なんか見方がいろいろあって、まあそういった見方でちょっとね、かっこよくね、できるんだというところなんですけど、してみろ。全然外しとるやん。なんかそういうのでね、ちょっとね、ただのね、丸とか四角とかの図形に対してでも、動きをつけられる。もしくは動いてるように見せることができるっていう、画期的ですね。あれはフリーソフト。いや、ほんとフリーソフトなのかっていうレベルですよね。いや、あれほんと使いこなせる方がすんごいかっこよくて、動画上げてる方いるんですよ、あれのね。痛い。うわー、パクられた。パクられた。なんであるんですけど。いや、本当にね、すごいんですよ、もう。いや、本当にフリーソフトな、ブルル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 ルあれ？なんだなんだなんだ？ちょ、待てよ。ちょ、待てよ。いや、ニュークタウンね、相変わらず激しいですね、戦闘が。いや、本当にね、妖怪大戦争って感じですね。いや、全然違うか。もう意味が違うね。今のタイミングが悪すぎる。さすがにね。いいっすよ。いいよ。こうね、武器じゃなくて、殴って倒していくスタイル。てか、いっぱいあっちに矢があるから、あれを拾っておきたいな。これ、この反対側か？痛い。まあね、それは矢拾ってたらやられるよね。はい。ここでのコンカッションからのこう、ぴょん。はい。よし。いいよ。これはいいよ。で、2階にいる方々を、あれ、いない。
あれ、こっちでなくなった？はい。ちょっと敵陣突っ込みすぎたな。 UAV オンライン。ますね。はい。いい。いやー、本当にハードコアをやるとね、そのマップのありがたみってものを感じますね。たた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 マップがいかに素晴らしいか、そういうことを本当に感じますね。タイツ、タイタイタイと、トン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 、トン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 、トントントン、トン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 。痛すぎるから本当やめて。はい、痛い、ほい、痛。コンカッションアシストだけ入ったね。いや、ラスキル決めたい。ラスキル、ラスキルをポンって、まずコンカッション、コンカッションでいき、そっとと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 、あれあれ、もうやばい、終わっちゃうよ。ラスキルを、ラスキルを決めるぞ。ほい、コンカッション痛い。またもブラックオプスの勝利だ。死から逃れる術などない。最後はリーパーで柵。なるほどね。いいっすね。なんかこの迷彩かわいいな。へえ、こんな迷彩あるんだ。はい。てなわけで今回は16キル20ですと。って感じですけど。いやー。でね、プレステージ7もね、間もなく終わりそうですね。今ね、54レベルなんですよ。なんでね、間もなく55レベルになって、次ね、プレステージ8に回せるかなと思うんですけど、でね、ちょっと迷ってるのが、そのプレステージ8に突入させちゃうか、その迷彩解除がね、まだ残ってるんで、そこら辺どうしようかなと思ってるんですよね。ただ、その SMG の迷彩解除については、死なずに5キルなんで、まあね、まあ、迷彩っていうか、アタッチメントを、まあ、アタッチメントはそうか、ただ武器が解除されてないと意味ないのか、だからまあ、永久アンロックとかで、その対象の武器もアンロックさせちゃうとか、まあ、すればね、まあ、別に弊害ないし、まあ、レベル早く上げちゃえばいい話なんですけど、そこら辺はね、ちょっと考えておきたいなと思います。てなわけで、今回はこの辺で終わりたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方にチャンネル登録はこちらというバナーの方があると思いますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。それでは、またねー。